ウーゴ・ビエーラことウーゴ・フィリペダ、コスタ・オリベーラは、ポルトガルのサッカー選手。ポジションはフォワード。FC ・ユニベルシタテア・クラヨーバ所属。幼少期は GK を務めていたが、俊敏性を評価され後に FW に転向。2006年に、ポルトガルのサンタマリア FC で、プロとしてのキャリアをスタートさせ、国内外のクラブを渡り歩いた。2015年に、 セルビアのレッドスターベオグラードに加入し、得点ランク2位となる20ゴールを挙げ、チームのリーグ優勝に貢献。年間最優秀選手賞も受賞した。2017年1月7日、横浜 F マリノスへの移籍加入が発表された。中国のクラブからもオファーがあったが、それを断りマリノスを選択した。2月25日、2017シーズン開幕となった。 裏割ワレ戦にて後半にコーナーキックをニアで合わせ、J リーグ初ゴールを記録した。この試合後のインタビューではすでに日本の文化や食生活に順応し、満足していると語っている。一方で夏場には、東高志進の台頭もあり、出番が減少。一石を示唆するなどフラストレーションを貯めていた時期もあった。9月20日、天皇杯4回戦の広島戦にて、 来日初のハットトリックを記録。クロスを上げると、フェイクをかけて、サイドネットに突き刺した3ゴール目は、話題となり、母国ポルトガルでも、その活躍が報じられた。2018年3月31日、第5節の清水戦では3試合連続得点を決めた。4月21日、第9節の湘南戦では、ハットトリックを決めた。10月14日、 ルバンカップ準決勝の鹿島戦では、第1戦と第2戦の両試合で得点を決めて、決勝進出に貢献した。12月1日、J リーグ最終節の C 大阪戦後、ロッカールームに戻った後に続いたサポーターのコールに、答え再びゴール裏に姿を見せた。鳴り響くコールに対して、涙を流しながら手を振りサポーターへの感謝を示した。この一連の出来事に対して、 感動的でした。F マリノスは、ここにいて、気持ちがいい、居心地のいいチームです。F マリノスに来てからの2年間は、ポジティブなことしか思い浮かばないですし、私にとって宝物です。と、マリノスと、サポーターに対する思いを述べた。12月10日、マリノスとの契約満了が発表された。マリノス対談に際し、長くプレーしたいと思えたチームを離れるのは辛い。 ことですが、たくさんの素晴らしい思い出を持ち帰ります。ファンサポーターの皆さん、チームメイト、クラブスタッフの皆さん、今まで本当にありがとうございました。これからは、一サポーターとして、マリノスを応援します。一度トリコロールの仲間になった私は永遠に、トリコロールの一員です。というコメントを寄せた。2019年1月、トルコのスイバススポーレ移籍したが、加入後間もなく、 左膝を負傷し、出場機会はなかった。2019から2020シーズンもリリーグ戦での出場機会はなく、カップ戦3試合1ゴールにとどまり、2020年1月24日、双方合意の下で契約を解除し、退団した。2020年1月28日、6期ぶりの復帰となるジルビセンテ FC への加入が発表された。加入当初は機会を得ていたが、 シーズン終了後に監督が変わると構想外となり、10月6日、双方合意の上で、ジルビセンテとの契約を解除し退団。29日、北海道コンサドーレ札幌への加入が発表された。札幌では、リーグ終盤3試合に出場するも、12月21日に、シーズン終了をもって、契約満了となり退団することが発表された。2021年7月7日、 2021から22シーズンからリーガ1に昇格するルーマニアの FC、ウニベルシタテア・クラヨーバ加入が発表された。マリノスで GK コーチを務める松永成立は GK 目線でビエーラをゴールへの意識が強く緊迫した場面でも冷静でいられる。GK のタイミングをずらす術にかけた嫌な選手と評し、そのような選手の例としてラモンディアスを挙げている。ゴール後、 左腕にキスをするのは、病死した前菜に捧げるパフォーマンスである。2017年3月29日、第一子となる女児が誕生。2020年9月には、男児が誕生している。ありがとうございます。